ブルーベル鉄道のステップニーと友達のラスティはよく一緒に働いている。ある日トップハムハット卿が彼を訪ねた。君が気分転換したいとラスティが言ってたぞ。石切り場のトビーとメイビスを手伝ってくれ。ありがとうございます。早速行っていいですか？今日だけの仕事だが気をつけるように。あそこは迷子になりやすいから明るいうちに戻ってくるように。そうします。やがてステップニーは石切り場に着いた。手伝いに来てくれて嬉しいよ。あれが僕の引っ張る貨車？何台かはそうだけど向こうに持ってあるよ。メイビスが言った。多ければ多いほどいいよ。ステップニーはとても楽しかった。埃だらけになって一生懸命働いている。メイビスとトビーは感心した。石切り場の監督が機関士に聞いた。新しい支線の建設現場に夜行を走らせたいんだが、どうだ、列車を引っ張ってみないか？やらせてください。だが機関士はトップハムハット卿の許可を取るのを忘れてしまった。夜になった。気をつけろよステップに。うん、今日はいろいろありがとう。またお手伝いさせてね。君の悪い線路だからね。ご忠告ありがとう。ステップニーは闇の中を走り去った。ステップニーは時間通りに到着し、作業員に岩や石を届けた。それから家路に着いた。やがて困ったことが起きた。霧になったのだ。メイビスが言った通りだ。急に気味が悪くなってきたぞ。信号所があるぞ。青信号が灯ってる。僕たちが通過するのを誰かが知っていたんだ。しかし誰もいない。ポイントが別方向に切り替えられていた。だがステップには気がつかない。もうすぐお家だぞ。やがて彼らは見知らぬ場所に入っていった。機関士が決断した。霧が晴れるまでここで休憩しよう。何か変な音がするな。やがてゆっくりと霧が晴れていった。うわあ、大変だ。ここはスクラップ置き場じゃないか。機関士と機関助士が助けを呼びに行った。ステップニーが一人ぼっちでいると、まもなく2台のディーゼルがやってきた。ステップニー、今度は逃がさねえぞ。きっといいスクラップになるぜ。バート押してけ。ディーゼルは彼を大きな精錬所に連れて行った。あばよステップニー。ステップニーが上を見ると大きな鍵の手がぶら下がっている。僕はスクラップなんかにならないぞ。でも鍵の手はお構いなしだ。ステップニーのボディを掴もうとしたその瞬間、鍵の手の動きが止まった。トップハムハット卿が立っている。今夜ここを訪問してよかったよ。何回お前を助けたらいいのかね。もういい加減にしてくれ。すみません、でも勉強になりました。何を学んだのかね。やっぱりお家が一番です。そのお家に早く帰りなさい。やれやれ、命拾いしたよ。